この時間はゲストを迎えしています。本日東京証券取引所へ新規上場されました証券コード3463いちごホテルリート投資法人を運用するいちご不動産投資顧問株式会社の代表執行役社長でいらっしゃいます折井渉さんです。おめでとうございます。本日はおめでとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いいたします。まずはいちごホテルリートの概要、その辺からまずはお話しいただけますでしょうか。今回上場させていただきましたいちごホテルリート投資法人はですね、ホテルというアセットタイプに特化したリートでございます。はい、まず当初は旧物件ということで資産規模は204億ということでスタートいたします。特に宿泊というところにターゲットしまして宿泊特化のホテルを中心としたポートフォリオを構成しております。客数も1300室弱ということで、あとエリアも含めて非常に分散投資ができている、ポートフォリオじゃないかなというふうに考えております。はい、鑑定評価も206億ということで鑑定利回り 5.9% というような概要の物件になります。今もうインバウンドでね、随分ホテルがもう稼働率が高いということなんですが、それに特化したリートとこういう格好でございますね。そうするとそのいちごホテルリートの特徴といったところ、ポートフォリオを含めてちょっとお話しいただけますでしょうか。そうですね、先ほどもありましたように宿泊というところに特化をしておりますので、観光それからビジネス、そういったニーズのあるエリアをですね、厳選して今回は投資をしております。はい、見ていただけますように京都であったり札幌、それから大阪、それから福岡、それから神戸、浜松、名古屋といったですね、まさにそういったところの場所、そういったところに今回ポートフォリオを作っております。非常に分かりやすいそうですね、ところではですね、そういった意味ではその逆に言うとこの御社の強みといいましょうか、そういったところにお話をお伺いしたいと思うんですが、どんなところが御社の強みというふうに考えていらっしゃいますか。そうですね、私どもいちごグループ不動産の再生ということをですね、一つのキーワードにいたしましてビジネスをやっております。ですので我々既存の不動産をいかに、うまく使っていくかということで、ここで再生という言葉を使って資産価値の向上というのをまずやっていきたいと思っております。でそういったものをしたものをですね、今回リートの方に入れることによって、リートでは資産をしっかり維持しながら長期で運用していくというところのノウハウをしっかり生かしたリートとして成長させていきたいと、そのように考えているところでございます。いわゆる不動産の再生機能というのが一つ大きなあるわけですね。その他にはあとはですね、私どもオペレーションというところに関しては、まずはその不動産サイドから入ってやっていくというところで、複数のオペレーターとしっかりそのコミュニケーションを取っていくというところで、アセットマネジメントビジネス、ここでですね、専門で特化しておりますので、そういったノウハウをしっかり活用できれば、長期にわたるホテルのオペレーションサイドとですね、コミュニケーションをしっかり取った運用ができるんではないかなというように考えていると思います。なるほどね。はい、そういった意味では将来的にはどのくらいの今200億ぐらいですけれども、どんなスケジュールを考えていらっしゃいますか。そうですね、200億ということで、スタートに際しましては、小さいサイズでまずはスタートいたしましたが、しっかりしたターゲットを持ったポートフォリオを作っていきたいというように思っております。当面はですね、先ほどありましたように宿泊というところにターゲットした特化型、まずここをターゲットに1000億くらいまでの規模を作っていきたいというように思ってます。できればタイミング的にはですね、こう2年くらいの中で1000億くらいのですね、資産規模の拡大というのを図りながら、でゆくゆくはやはりですね、ホテルというのもいろんなタイプのものがありますので、フルサービスのものであったりリゾートであったり、また最近は民泊団という言葉も出てますけども、その他のですね、宿泊施設等々もございますので、こういったアセットタイプをポートフォリオに組み込むことによって、しっかりした収益、キャッシュフロー分析をしっかりした上でですね、ポートフォリオの拡大を図っていければなというふうに思っているところであります。これはやっぱり2020年、一つのポイントターゲットだと思いますが、その東京オリンピックね、こういったものも含めていくと、まだまだこれは拡大の余地があるということでございますね。そうですね、ホテルというのが、我々のやっているのはこうリートであったりですね、あと金融商品化されているものはまだまだ少ないというところがございます。一方で、逆に言うとそういったまだまだ入れられるチャンスのあるものがあるということと、それからやはり
今言ってます観光立国というところの中でいうとですね、このホテルというのがまさにそのインフラとして、まあ、非常に重要なものになるというふうに思っておりますので、まあ、ここをですね、このリートという形でしっかりやっていければですね、非常にビジネス拡大のチャンスがあるんじゃないかなというふうに思っているところです。ただやっぱり競争も結構激しいと思うんですね。それで物件をどういうふうにこう開発取得していくか、はい、この辺のノウハウはどうなんですか。そうですね、先ほどもありましたように我々は既存のものをまずしっかり、価値向上をして入れていくというところを考えておりますので、なかなかこの既存のものをうまく活用していくというノウハウが、まあ、簡単にはできないというところでございます。まあ、我々ここに長年 のノウハウを有しておりますので、まあ、変な話入り口はですね、不動産として若干例えば順法性に問題があるとか、収益というかですね、オペレーションがうまくできていないとか、そういったようなものもまずは組み込ませていただいて、この再生という機能の中でリフレッシュしてくれる した上でリートに入れていくと、まあ、ここに、まあ、我々投資のチャンスとですね、ビジネスチャンスとリートにとってはこういった再生したものがしっかり入ってくるということで、資産規模の拡大のチャンスというのがあるんではないかなというふうに思っている。なるほどね。そこが一つの大きな肝なんでしょうな。そうですね、なかなかこうデベロップメントで開発をするというところでデベロッパーさんとかやられているケースはありますけども、まあ、既存のものをこううまく活用していくっていうところについては、まあ、まだまだここは我々のような独立系も含めてですね、チャンスがあるんじゃないかなというふうに考えているところです。そうなってくると先ほどの地域がもうちょっと広がってくる、はい、可能性ありますね。そうですね、まあ、すでにいくつかの物件実はもう抑えているウェアハウジングしている物件もございますけども、まあ、今回でいうと実は東京の物件がなかったりですね。あ、そうですね、これ見ると東京がないんですね。ただ、まあ、すでに東京の物件もいくつか抑えているものもございますし、あと我々それぞれの地域が観光がどれくらい伸びているのかとか、まあ、最近のキーワードで言うとインバウンドですね、そういった外人の方々はどれくらい入っているのかというのを、まあ、しっかりその分析をして、でそういったところの強いエリアを中心にですね、まあ、投資をしていければいいなというふうに思っている。なるほど、はい、そうすると、まあ、首都圏はもう欠かせないところであるし、はい、まあ、ちょっと地方にもね、インバウンドの、まあ、中国の方々とか海外の方々行くようになってますよね。いや、そうですね、今地方都市も非常にですね、日本ってやっぱり観光資源が豊富ということもあって、外人の方もたくさんいらっしゃるので、まあ、そういった中でこういった宿泊特化のホテルというのは、はい、しっかりしたニーズがあるんじゃないかなというふうに考えているところでございます。中には中国の方がホテルの、ね、経営にまで来てるような感じがするんですが、さてこれからの成長戦略、まあ、先ほどちょっとお話をいただきましたけど、どういうアクションプランを持っていらっしゃるんですか。はい、そうですね、まずはこの今回の上場で、まあ、我々リートとしての運用ができる体制になりましたので、まあ、まずこのステージ1というところでですね、はい、まあ、資産規模の拡大とともにやっぱり内部成長、収益性の向上というのをしっかり図って、投資家の方々にしっかりしたリターンを出すことによって株価形成をしていきたいというように思ってます。はい、まあ、その上で今度資産規模拡大を図っていく中でですね、しっかりした成長戦略両方を取ることによって、まあ、先ほど言いましたように、まあ、1000億くらいのまず規模をですね、なるべく早めに作っていきたいと、まあ、その上でさらに先ほど言ったように分散投資、いろいろなアセットタイプにチャレンジすることによって、ホテルリートのセクターにおけるプレゼンスを、まあ、作っていけるようにですね、我々としてはアクションプランを考えているということです。なるほど、はい、そうするとこれが大体2020年ぐらいまでにこんな感じになるんですか。いや、そうですね、もっと早いからできればね、少しでも早くにいきたいなと思ってるんですけど、まあ、2020年というのは一つのターゲットにはなるかなというふうには思いますけど、はい、やっぱりリートの方々に聞くとやっぱり1000億2000億ぐらいのね、はい、やっぱり規模がないとというようなお話をよく聞くんですが、はい、まずはそこのワンステップのところはもうそこまで。そうですね、ポートフォリオの中身もともかく、あとはリートなので、やはり投資家の方々に、まあ、しっかり投資をしていただけるものとなるとですね、はい、まあ、流動性というところも非常に重要になりますから、そうですね、まあ、資産規模、それから時価総額ですね、まあ、そういったところを考えますと、なるべく早く1000億というところはですね、クリアしながら、まあ、本来であれば時価総額を1000億くらいまで持っていければ、いいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そういったようなところで、まあ、運用サイトとしては、まあ、しっかりした数値目標を持ちながらですね、やっていければいいなというふうに思っているところです。はい、その数字なんですが、
業績の推移をちょっとお話しいただけますでしょうか。はい、そうですね。我々は、1月と7月の、決算期になります。うん、で今回上場しまして、まず最初の第1期目の1月期というのは2ヶ月の変則決算になりますので、うん、まあ、我々巡航ベースというのは来年の7月期、それからあとはホテルなので若干ちょっと季節変動要素がございますから、うん、再来年の1月期と、まあ、ここの2つを見ていただきまして、うん、まあ、分配金につきましてはこの1年で約4500円というのを出していきたいというように思っております。うん、多いですね。うん、まあ、しっかりしたところです。まあ、ただですね、この収益収入の、前提条件としましては、うん、まあ、前年期に対しまして、まあ、いわゆるレブパーと言われている指標になりますけども、うん、ホテルの収益世界と 5% の上昇しか見込んでおりません。うん、なるほど。まあ、実際はですね、うん、直近期で言いますと、うん、物件によっては 30% くらい、そんなにところあるんですか、収益が上がっているような物件もございますし、まあ、ここはしっかり実はコンサバティブに見ている部分もございますので、うん、まあ、これ以上の収益を上げられる、まあ、そんなようなことを我々とは自体ですね、うん、思いながらしっかりしたオペレーションをやっていきたいと思っております。うん、そうしますとこれがどんどん資産規模がこう膨らんできて、うん、今200億が1000億ぐらいになった時の、はい、その数字っていうのはもっとすごいことになりますな。そうですね、今ですね、正直言いますと稼働率も実は 90% をポートフォリオ全体としては超えております。なので物件によってはまだまだその向上余地もございますが、やはりこれからは客室単価をしっかり上げていくというところが重要になりますが、その客室単価を上げるための施策、例えば今までは1人しか泊まれなかった部屋をですね、レイアウトの変更をして2人が泊まれるような形にして客室単価を上げるとかですね、まあ、こんなような施策もですね、うん、案件ごとの特徴を見て考えておりますので、うん、まあ、そういったことをしながら一部屋あたりの単価を上げていく努力をですね、していければなというふうに思っております。うん、なるほど。まあ、もうあと時間もなくなってきたんですが、株主還元とかですね、はい、あとはその株主の皆さんへのちょっとメッセージをですね、はい、いただければと思うんですが、はい、そうですね、はい、まあ、今回上場させていただきまして、まあ、私どもとしましては先ほど言ったように我々のしっかりした強みを生かして、うん、ホテルリートというのを成長させていきたいというように思っております。で収益につきましても今申し上げたようにまだまだこれから伸ばせる余地があるというふうに思っておりますので、うん、はい、まあ、そういったところで我々のノウハウを生かして投資家の方々の、まあ、資産の拡大をですねしっかり図っていって収益性を向上を図っていければというように思っているところでございます。うん、初値が10万円をちょっと超えたところと、そうですね、こういう格好でありました。はい、はい、ありがとうございました。この時間は本日東証に新規上場されましたいちごホテルリート投資法人を運用するいちご不動産投資顧問株式会社折井渉社長にお話を伺いました。折井社長ありがとうございました。ありがとうございました。